コレーンデルとマンスホルトは1972年に就任した欧州委員会委員長。1958年から1972年までは農業担当欧州委員会委員を務め、共通農業政策を創設した。欧州連合の父の一人として知られる。マンスホルトは、オランダフロー人間州の社会主義者の農家の家に生まれる。父。 祖父ともに、ムルタトゥーリ、ドメラ・ニュー・エンホイス、トルールストラのような社会主義者を支持しており、また父ランベルトゥス・エイチ・マンスホルトは、社会民主労働党フローリン間州支部の支部長を、務めていた。母はビーン・アンドレイエは、ヘーレン・フェーンの判事の娘で、政治学を学んだ、最初の女性の一人であり、アンドレイエは、地元を中心に、他の女性と共に、 政治結社を創設する。マンスホルトは、フロー人間で、HBS スクールに参加し、その後デイフェンターで、熱帯の音楽を学び、タバコ農家となった。マンスホルトは、オランダ領東インドのジャワ島に渡り、茶のプランテーションの経営を始めたが、植民地制度のために1936年に、オランダへ戻った。そこで、 再び農家となるべく1937年に開婚されたウィーリンゲルメールの管宅地に移った。マンスホルトはウィーリンゲルメールで地域役員としてスタップ党員となり、ウィーリンゲルメールの町長,長として活動するなどスタップの公職についていた。第二次世界大戦中、マンスホルトは レジスタンス運動に加わり、ウィーリン・ゲルメールに危険を逃れて疎開してきた人々を助け、西部州のために地下食料配給組織を結成した。戦争直後の1945年6月、社会主義政党である、労働党の政権の首相であるウィムス・ヘルメルホルンが、マンスホルトに対し、農業、漁業、食料省として入閣するよう求め、 わずか36歳の最年少閣僚となった。マンスホルトは1945年のスヘルメルホルン、ドレース内閣、1946年のベール内閣、1948年のドレース、ファンスハイク内閣、1951年以降3期、務めた、ドレース政権の、計6代の内閣で閣僚を務めた。1958年、 マンスホルトは新設された欧州委員会の副委員長、農業担当委員となり、ヨーロッパの農業の集団化、大規模化を推し進め、その後1972年3月22日から1973年1月5日まで欧州委員会委員長を務めたが、当時マンスホルト委員会は、ローマクラブの影響力を強く受けていた。1954年、 農業省関連予算の議会での審議が先送りされていた。当時の農省を務めていたマンスホルトがフリースラント州での11市周遊スケートマラソンで2 0 0トルを滑っていたためである。マンスホルトはこの有名なレースに2度参加している。マンスホルトは1938年にヘニー・ J ポステルと結婚し、次男事情を設けている。マンスホルトは晩年、 ドレンテ州、ワプセルフェーンという、静かな農村で過ごし、1995年6月30日に、世を去っている。ちなみに、娘のリデケも同じ年に53歳で生涯を閉じている。アノニマス、アバウトザイユー、ヨーロピアニユニオン、2021年7月21日、閲覧。ありがとうございます。